皆さんこんばんは。タミヤ RC のビッグイベント、タミヤグランプリ全日本選手権2021がいよいよスタート。全国各地でさまざまなジャンルの RC レースを開催します。こんな発布がございまして、僕ねタミヤグランプリに出てたような気がするんですけど、なんかいろんな種類があるんですよね。タミヤグランプリ全日本選手権、タミヤ RC カーグランプリ、タミヤチャレンジカップだと、なんかまあいろいろあるんです。簡単に言うといろいろあって。このね、全日本選手権がまあ開催されますよね。ここのところで上位に入賞すると、タミヤグランプリチャンピオン決定戦2021への参加が認められますってことですね。上位っていうのは何位までっていうのかよくわかんないですけど、1位、2位、3位なのかな。どうなんだろう。1位、2位ぐらいなのかな。1位なのかな。優勝もしくは上位って書いてあるもんね。なんかいろいろあるみたいですね。ね、タミヤ RC カーグランプリっていうのも、まあ別であって、こっちには全日本選手権っていうのは多分ないってことですよ、これ。見てると。で、勝ったら、天下一武道会とか、魔界統一戦みたいに、12月4、5で開催される掛川サーキットで、まあ戦って、戦い抜いて、みたいになるってことですよね、これ。でね、レギュレーションっていうか、クラスレギュレーションってやつ見てると、なんか、そもそもクラスがね、めっちゃあって、TRF グランプリ、GT グランプリ、ST グランプリ、ジュニアグランプリ、M スポーツグランプリ。M スポーツグランプリだけよくわかるんですけど、なんとなくね。TRF、GT、ST っていうのが分かれてるんですよね。で、10.5 ターン、15.5 ターン、17.5 ターン、まあ、ジュニアグランプリって感じになって、てるんだよね。10.5 ターンなんかタミヤに売ってたんだなと思って、リフェバッテリー全部使って、まあ、大体ギア比指定で 1300g ぐらいで頑張ってねってことですね。ミディアムナロータイヤ、ミディアムナローホイール、何それなんかいろいろ使えるみたいです。レーシングラジアルは使えないな。だなんかあれだ、なんかインナーがね、スポンジじゃないようなやつ使えるってことなのかな。まあ、ちょっと詳しくわかんないんですけど、で、他にはね、マシンによってギア比がちょっとずつ違うんですね。420と TA08 は 7.15 とか、7.16、TC01、TB05。なんかね、ギア比が細分化されてますね。まあ、TRF420 か TA08 で頑張ってねって感じなんですかね。か TC01 か。点、何々っていうのの差は、まあ、あると思いますね。タイヤ一回転、ね、させるときに、結構違うんじゃないかなと思うんで。ボディもね、いろいろありますよ。まあ、GT グランプリやった僕ね、フォードか、NSX かな、かっこいいよね。フォードがかっこいいかな。ST グランプリだったらね、アウディか、アウディクワトロかっけえよね、これ。おしゃれだね。NSX。A4 もいい。アウディっていうね、なんか好きなんですよ。タミヤ RC カーグランプリっていうのは、もうかなり細分化されてるけど、車がいろいろあるから、まあそういうことになってんだよね。ここは全日本選手権がないんで、ここだけで消化されるんですよ。RC カーグランプリだけで消化されるレースってことですよね。タミヤグランプリで、マツダコラボイベントがです。マツダはね、なんかズブズブにやってるんですかね、タミヤと。タイアップしてますね。TRF グランプリ、GT グランプリ。このね、出場資格ってやつにね、タミヤ認定の TRF チャレンジャーって、何ですか、それ。なんかそのワークスドライバーみたいなやつなの。セカンドチャレンジャーとかあるんですよ、ST グランプリ見てると。どういうことなんでしょうね。なんでしょうね。わからんですね。M スポーツグランプリ宣言なし。RC カーグランプリも、一応出場資格になんかいろいろ書いてあるけど、まあ、小中学ドライバー、女性ドライバー、初心者、中級者。初心者と中級者の差って何なんですかね。自己申告なのかな？なんか書いてあるのかな？特に、
そんなこと書いてないよね。で、タミヤツーリングがチャレンジャー認定されている方と、過去にツーリンググランプリ、またツーリング、はい、優勝経験のある方はエントリーできません。はい。はいはいはい。まあ、いろいろあるんですね。タミグラフレッシュは他のクラスとのエントリーできません。参加回数が5回以上の方は参加いただけません。僕ね、タミグラフレッシュだったのかな。フレッシュですよ。フレッシュ。フレッシュ。フレッシュな戦いしないといけないよね。あ、出た。開催スケジュール。これね、結構過密なんですよね。ガンガンやっていく感じですよ。なんかね、東日本、西日本、イーストブルー、ウエストブルーみたいなこの戦いは、まあ3連戦あるってことですよね。あとは、まあ各地で頑張って戦ってね、みたいなやつが、長野が最初。次に、北海道だね。九州、岡山、岩手、掛川、富山か。愛知が、掛川でやるのか。へぇ。東日本、西日本はそれぞれ地域対象。ああ、この色分けされてるんで、西日本の大会に出てくださいっていうようなことが書いてあるんですね。僕はね。僕は西日本の大会のエリアで出てくださいよと。で、掛川サーキット以外で開催される大会は、この青色とかあるじゃないですか、この。青色のところとか、オレンジ色とかのところの人じゃないと、代表権が取れない。他のところ乱入してって、まあ、嵐に行ってもいい、嵐に行くっていうか、その、ね、練習がてら、こう、戦いに挑んでもいいけど、地元の方が代表権を得るよってことですね。でも、戦国時代みたいになってるってことですね。で、統一大会が、12月にあるよと。なるほど。まあ、1000円ですね。申し込み。よくあるご質問。いろいろ改造しても、いろいろ改造しても大丈夫って質問、ちょっと面白いですね。はいはいはい。こう、どんなオプションパーツが付けられるの？なるほど。いろいろあるんですね。大会規則とかちょっと見たら面白そうかもしれないね。参加ドライバーのクラス分け。タミヤグランプリポイントシステムなんてあるの？こんな。知らんかったな、これ。へぇー。動力電池。ラジオコントロール装置。ペナルティ、失格。失格！はい。車体検査。レース不成立。まあ、ありますよね、そういう時もね。ショップオーナーの方を除き、現在 RC メーカーに勤務されている方、過去に RC メーカーからサポートを受けながら、JMRCA 主催の全日本選手権にて、決勝 A メインを総合されたことのある方の、タミヤさん。なんかダメなんだね。そういう、なんか、あるんですね。線引きみたいなのが。へぇー。モーター競技者？はい。タイヤに。まあ、いろいろあるんだな。ということでですね、なんか、まあ、ただ僕はこの、発布を読んだだけなんですけど、まあ、こういうイベントがあるよってことですよね。で、まあ、イベントあって、ま、出たいなって思うんですけど、ま、いろいろね、コロナもあるし、まあ、できる、成立するのかなとか思いながら見てるんですが、今ね、
タミヤのイベント TA08 買って出てるんですけど、まあ、それなりに面白いんですけどね、ボディがね、まあ、大変というかあれだけど、僕だから ST クラスとかに出たいなと思うんですよ。で、ST クラスに出たいなと思うと、またなんかウィングのないボディいいな、なんかないかなってなると、売ってないんですよね、なんかね。欲しいボディ売ってないよってなったりとか。この大会までにはもう絶対間に合わないだろ、これ。だってさ、西日本選手権の一発目に8月28でしょ。もう全然ないじゃん、こんなんね。で、次9月12です。28から9月12も、まあそう大して空いてないですよね。10月31日にギリギリ滑り込むのみたいな。で、しかも、掛川が11月で、まあ4回か、4回。まあ、なんかよくわかんないですけど、とりあえずね、物が手に入る環境になるのかなっていうのがね、心配ですよね。あちらとですね、こう、発布された内容を見てたんですけど、まあ、グランプリのね、その、クラス？何やった？ ST グランプリ、GT グランプリ、TRF グランプリ、この辺がね、あの、マシン的に遊べるかなっていうマシンだな。うん。TRF グランプリは 10.5 ターンのモーター買わないと出れないんですが、タミヤに 10.5 ターンを売ってるんだっていうんで、ちょっとそっちが驚いたんですよ。ST グランプリはね、あれか、M シャーシからモーターぶん乗れば、まあ出れますね、これ。GT グランプリは今レギュレーションのまんまかな。あと、重さを1300に合わせれたら、まあ出れるかなって感じですけど、ST グランプリはさ、ボディがないもんね。あんまり売ってないでしょ。こう、なんかラインナップ書いてあるけどさ。GT グランプリはまあフォード GT あるんで、まあ、出れますよね。TRF グランプリだってフォード GT あるんで出れますよね。で、NSX のね、ボディ、タミヤグランプリ行った時にね、1枚押さえてあるんで、まあ、それで出れますわ。あ、10.5 ターンって面白そうやな。TRF グランプリの10点、単純に 10.5 ターンのモーターをつけてみたくなってきた。ST グランプリ。ST か TRF だな。うん。どっちかな。モーター買ったら5、6千円でしょ？ボディ買ったら、まあ、2、3千円。で、塗料代でしょ？うん、悩ましいですよね。うん。あとはね、まあ、単純にモーター打てそうだけど、ボディ打ってへんだろうな、みたいな。ウィングを使わないんですよね。ウィングは標準ウィングのみ。どのボディがどうだとか、まああんまわかんないけど、まあ一応ね、見てくれ的に、NSX か、V8 ツーリングかな。まあ軽量ボディだよね。でもね、軽量ボディ最近ね、覚えたんで、軽量ボディがいいな。あればね。ということで、もしかしてですね、まあ大会が、まあ、何らかの形で開催されることをですね、願っております。ただ、まあ、コロナもありますので、まあ、いろいろあるかなと。うん。